はい、今日は宗教学者の山城浩二さんを特別ゲストにお迎えして、山城さんがこれから企画して運営する連続セミナーの内容について説明していただきたいと思います。山城さん、今よろしくお願いしまよす。ろしくお願いします。はい。まずちょっと背景的に、お伺いしたいんですけれども、はい。山城さんはイスラエルに、いらっしゃったというふうに聞いてますけれども、イスラエルで留学してました、長い間。何年ぐらいから何年ぐらいにかけてなんでしょうか。何年から何年です。ちょっと年代とか忘れて、僕、実を言うと日本で大学卒業してまして、はい。日本で東大ので法学部だったんですね。なるほど。で、法学勉強してたんですけれども、まあ、それ卒業した後にちょっと、そう、いろいろ思い悩むことがありまして、はい。で、まあ、半ば逃げ出すようにしてイスラエルに行ったんですね。なるほど。で、イスラエルで勉強する、まあ、イスラエル、一応なんか理由付けが必要だったので、そのユダヤ教を勉強するってことにしたんですね。なるほど。で、ユダヤ教の中でも特にその頃興味があったのが、そのユダヤ教の神秘主義、まあ、エゾテリズムって言った方がいいのかな、と言われるカバラというやつで、まあ、特にそのカバラ学っていうものを勉強したいなと思いまして、まあ、イスラエルの方に留学しました。日本ではショーレムの本とかは読んでたんですけれども、はい。はい。そしたら、何年ぐらい、だからその大学卒業してその後ですから、2003年ぐらいですかね、多分。から10年、2003年ぐらいかな、多分。修士から、学士からです。入り直し入りて。直しという形ですか。そうですね。特じにゃあ学士も卒業するのがすごい大変だったのを覚えてますね。ヘブライ語で全部勉強したんですけれども、それ周は、りにみんなユダヤ教とか知ってる中で、その僕はヘブライ語も知らないし、ユダヤ教の概念も全く知らなくて、まあでもいろいろ一個一個タルムード読んでいったり、ゾハル読んでいったりとかっていうのを積み重ねていって、なんか学士とかものすごい苦労して卒業したんですけれども、その後まあ、そのまま続けて修士、博士っていうふうにやって、で、合計10年以上、だからイスラエルにいましたね。それはもう本当に叩き上げっていう感じですね。まあ、鍛えられたって感じはありましたね。イスラエルに行く前からヘブライ語っていうのはもう勉強。ある程度学んでいったんですけれども、やっぱり向こう行って、そのウルパンっていうヘブライ語語学機関、養成機関みたいなのがありまして、そこで短期集中のなんか3ヶ月コースっていうのを取ったんですね。なるほど。で、ヘブライ語の、レベル分けって向こうではなんか6段階に分けていて、その下記の短期集中講座終わった段階で、最高段階まで行ったんですなるほね、ど。僕は。で、まあ、その後、その大学に入ったんですけれども、やっぱ授業は全く最初分かんなかったですね。先生何言ってるかほとんど分かんなくて。でもなんかずっとね、半年ぐらいずっと机にかずりついてて、分かるようになってくるんですよ、何言ってるかが。なるほど。はい。やっで、ぱりそ博士まで終わった後に、たまたま運よく学信の PD っていうのを取れて、ポスドクの。はい。はい。で、その3年間の間に、ちょっと、所属は東大になったんですけれども、再び。ただ、結構その期間はドイツとフランスに1年半ぐらい行ってましたね、合計で。なるほど。はい。それその後で、日本に帰ってきて、で、今の仕事が始まったという感じです。なるほど。はい。それで今回、行う連続セミナー、イスラエルから先生を招待して行う連続のセミナーが、タイトルが、古典カバラへの招待っていうことになってますけれども、僕も含めてね、何も知らない人に一口でカバラってなんだっていうのを。そこが一番難しい質問なんですけれども、まずカバラっていうのはヘブライ語で伝承とかって意味なんですね。語根的な意味で言うと、なんか受け取るって意味なんですけれども、カバラってのはその名詞形で、で、まあ、カバラっての受け取る意味で、伝統とかって意味もあるんですけれども、そのカバラっていう言葉が神秘的な意味、その神秘的な
教えの伝承っていう意味で使われるようになったのがいつからかっていうのがまず問題になるわけですよね。あ、なるほど。で、まあ、きっといところでいつってピンポイントで言うのが難しいんですけれども、多分12世紀の最後あたりぐらいかなって思われて、一般には言われてますね。なるほど。はい。ただそのカバラっていう言葉を使って、そのいろんな著作者たちが何いろんなこと話すんですけれども、全部が全部ぴったり言ってるかっていうとそうでもないわけですよね。うん。我々が今の何現代の 目線から言ってカバラっていうとなんかセフィロートの木があってみたいな大雑把なイメージがあると思うんですけれども、はい、必ずしも最初からそうだったかっていうと実は疑わしいと僕は思ってますね。もともとイスラエルというか、まあ、ユダヤ文化圏では、はい、旧約聖書のね、はい、仲介というか、その誤解、はい、釈というか教義の解釈というかそういったものを、はい、なんて言うんでしょう、タムルードと言ったらいいんですかね、はい、聖書、旧約聖書を説明する、まあ、彼ら的には旧約じゃなくてヘブライ語聖書ですけれども、あ、はいはいはい、はい、その、まあ、ユダヤのヘブライの聖書ですね。ヘブライ聖書ですね。はい。その説明をするっていう伝統がその古来からあったと思うんですけれども、そもそもそのヘブライ語聖書の中ですでに始まっている話なんですよね。うん。預言書の中とかにすでとかその書書の中にすでにそのトーラーに対する注釈っていうのが始まっていて、それ聖書内何解釈みたいな風にも言うんですけれども、その聖書の解釈学の伝統から派生的に出てきたというふうに考えた方がいいんですか、それともカバラのことですか。はい、そうです。もちろんその側面はあると思います。ただそのなんていうのかな、派生的にともとも そもそもそのユダヤ教自身がそのトーラーに対する仲介っていうってか解釈っていう形式を取りたがるっていうのがあると思うので、はい、当然伝統についてもそういう風にされることが多いと思います。うん。てかほぼそれが ほぼほぼ全てですよね。はい。ただまあそれだけで説明できるかっていうと難しいんじゃないでしょうか。やっぱり他のネタもあったんじゃないかなと僕は思いますけど。うん。はい。まあそれで12世紀の後半あるいは末頃から、まあ、もしかしたらでももっとそれなんだろう、書物にされ始めたのか、その段階なんですよね。はい。ところが、例えばその12世紀の最後の四半世紀ぐらいに書かれた、もしくは編集されたと思われるバヒーム書っていうのがあるんですけれども、その本を読むと、すでにその、そういった神秘的な教説っていうのはある程度知られてたっていう形跡があるんですよね。なるほど。ということは、もっと前なんじゃないっていうふうに、当然なるんですけれども、じゃあいつからっていうのを、その、ね、長いじゃないですか、そのなんていうのかな、その長いっていうかそのどっから始まったっていうのをその出発点がどこにするかっていうのがわからないじゃないですか。はい。でここでちょっと面白いのがそのカバラ的なその神秘学っていうのと古代のグノーシス主義とかの間に結構なんか顕著な類似点があるんですよね。なるほど。でその2つ通り説明が多分簡単に考えられると思うんですけれども、1個はそのグノーシス主義の影響を受けてカバラっていうのが発展したみたいな説明が可能ですね、はい、1個では。で、もう一方はそのグノーシス主義自体がその古代ユダヤ教の秘境伝統っていうのをネタにして形成されたっていうパターンも考えられますよね。そうですね。まあ、いずれにしてもそのカバラ的なその秘境教説っていうんですか、神秘的教説っていうのの原型になるものっていうのは実はもう紀元後の最初の数世紀に存在していたって可能性はあるんじゃないかなっていうふうに考える学者もいまして、僕もその一人なんですけれども、うん、その後もまあ面白い話ですよね。ただそれをカバラって言っていいのかどうかっていうのは別問題で、結局それは最初の平井さんの質問にあったように、そのカバラって何っていうのと密接に関連する話なんですよ。なるほど。カバラの定義次第で同等の言え、なんていうか、はい、変わってくるって話なんで、そうですね。言えますね。うん。
それで、この構造に従って少し説明していただくと、カバラの伝統がユダヤ教の思想史的、精神史的な展開に大きく影響を与えていたと。ゾハール以降ですよね、特にスペインからユダヤ人が追放されるじゃないですか。で、その後カバラの中心地でパレスチナとかそっちの方に移って、さらにそれが今度イタリアに移ってみたいな、いろんな展開があるんですけれども、いずれにしてもやっぱり中世後期ぐらいからはかなりもうカバラ抜きではユダヤ文化語られないっていうふうになってきますよね。なるほど。そしてそのイベリア半島からユダヤ人が追放された時に、一部は北方の方に行き、一部はイタリアとかそちらの方にも流れていったわけですよね。それでこのフランス、あ、ルネッサンス思想ということで、そのイタリアを中心に、キリスト教カバラの伝統なんかが生まれてくるわ当けで然それもそういったバックグラウンドがあったってことですよね。その影響を受けて、もうちょっと後代の哲学者のライプニッツとかシェーリングなんかにも影響が及んでいたっていうことが、最近の研究で、徐々に言われ始めて、ライプニッツに関しても10年ぐらい前にモノグラフが出た気がす覚えてるんですけれども、シェリングについてはまだそこまで何はっきりし何決定的な研究はないかなと思ってるんですけれども、特に彼の人間的自由の方式についての中とかは、それ以降のいろんな著作の中でもやっぱりカバラ踏まえた記述ってところどころにあるんだろうなっていうのは多分ありますね。なるほど。それでやっぱそのドイツロマン主義一般にやっぱりそのカバラはやっぱりある程度何らかの形でラテン語を通して何なりで知られてたし、やっぱりそれなりの影響はあったのかなとは思ってます。なるほど。で、日本では、主に一番有名な、著作家としては、そのカバラの伝統を紹介した、ゲルショム・ショレム。紹介したっていうよりか、カバラ学を作ったって言ってもいい人ですよね。なるほど。もちろん彼以前にも研究はそれなりの蓄積はあったんですけれども、やっぱり、彼の研究は決定的ですよね。枠組み自体作ったっていう意味で。だから、いまだに、最先端でいろいろな研究が進んでいるんでしょうけれど、やはりショーレムが作った基礎というか枠組みっていうのは、尊重されているっていうか。いや、そこが結構難しいところで、そのショーレムの弟子の弟子あたりぐらいから結構ショーレムの言ってることって間違ってるんじゃんっていう、現れて言ってくる人が結構たくさん出始めて、で、今のせけん、何、一番中心的な世代っていうのは、その弟子のさらに弟子なんですよね。なるほど。で、モシェ・イデルとか、なんか特にそのイデル、あ、じゃあモシェ・イデルなんかそのショーレムの説を結構積極的に批判した人ですよね。だから今の研究なんか、イデルの見解の方を踏襲する人も多いですね、やっぱりその将来というか。そのあたりのお話も今回の連続講義での、その質問コーナーのあたりでやれればいいかなというふうに思ってるんですけれども、ちょっとその参加者の、レベルというか、その知識とか背景によってちょっと微妙にそのあたりどうするかまだ決定的では何ど、どこまで、どういうふうに、どこまで突っ込んでやるかっていうのはまだ決めてないんですけれども。それで今回そのとりあえず連続シリーズの最初の3回をヘブライ大学のアビシャイ・ワル・コシェル博士に、日本に来てもらって、それともこれ、違います。2つ、また何誤解が、てか僕の説明が悪かったと思うんですけれども、カバラ入門に関しては今回1回きりです。他にもいろんなやつやってるんですね。クルアン学の話だとか、今後その聖書学とか仏教の話もやろうと思ってるんですけれども、今回に関してはそのカバラに絞って連続講義を3回やるっていうふうにしていて、で、いずれその
バラシェルに日本に来てもらうとか、もともとは日本に来て研究セミナーやってもらうつもりだったんですけれども、コロナのせいでできなくなっちゃったんですね。はい。まあ、できないっていうのは、できなくなっちゃったというか、できないっていうのは明らかだったので、とりあえずオンラインでやってってことにしたんですね。ズームなどを使ってオンラインで行うと。それが今回3回その入門、何、イントロ的なことをやっといて、でいずれ彼が日本に来たときに、もうちょっとこうテキスト購読みたいなことをやろうねみたいなことを話してますね。そうですよね。はい、でそれが3回行われると。そうです。ここに出てます、2月の7、14、21度。それで、3回この動画を見てる、見る方、ぜひ積極的に出していただければ嬉しいです。3回とも日本時間の午後の5時から6時半まで。そうですね。まあ、ちょっとこれ延長するかもとか思ってるんですけれども、その展開次第では。はい、一応まあ時間区切っとかないといけないので。で、基本的には使用する言語は英語であると。そうです。それで、まず先生に講義というか、その、お話をしていただいて、その後に質疑応答って形になるんですかね。と思ってます。で、まあ講義だけじゃなくてテキストも読むと思います。ただ今回に関しては英語で読みますけれども、英語の翻訳のやつを読みますけれども、少なくともこうカバラのテキストの雰囲気を味わってもらおうかなというふうに思って、なるほど。会で話しています。ちょっとその先生についてご紹介いただきたいんですけれども、はい、下の方に載ってますよね。はい、彼の業績とか。彼、モシェ、さっき話したモシェ・イデルの弟子なんですね。なるほど。はい。で、彼が特にこれまで中心的にやってきた研究の対象は古典カバラと言われるやつで、はい。要するに、その、スペイン大通報の前までに形成された、その、いわゆる、なんていうのかな、その、ルギアニックカバラとかコルドベラのカバラとかは、になる前のやつ。なるほど。基本的っていうちょっと言い方悪いかもしれないけれども、まあ、もちろんその要するに中世に現れの中世前期に形成された形のカバラが研究対象ですね。イベリア半島で、そうそうそう、イベリア、まあ、イベリアだけじゃないんですけれども、まあ、主にその主にイベリア半島で展開された、はい、まあ大体12世紀ぐらいですか、それから。彼の場合は13ですね。13から14の初めぐらい。14の初めぐらいまでですね。14の初めですか。はい。あれですよね、その、はい、ユダヤ人が追放されたのは1492年。それがだから、はい、15世紀です。そうですね。15世紀。実を言うと14世紀の後半からその後の100年ぐらいはあんまり展開がなかったんですよね。その創造的な展開って。なるほど。はい。だから特にそのぐわーっと盛り上がったのは13世紀の後半ですね。なるほど。はい、まあ、その頃にゾハールの大部分も書かれたんだろうなって思われますけど、ゾハールっていうのはそのカバラの伝統では非常に重要な、はい、なんていうんですか、まあ、一番大事って言われてますね、うん、の文献ですよね、まあ、一番面白いですやっぱり。そのちなみに持ってきました一冊だけ、これです。そのちょっと厚みも見せてもらえます。これゾハール全部じゃないんですけれども、ゾハールの一番主要部って言われるところがあって、主要部以外にもあるんですけれども、うん、それがこれで3冊分ですね。はい、それがゾハール。なるほど。ほぼ厚さ的には同じぐらい。これが3冊分あるところ、合わせて本体っていうか主要部って言われていて、それ以外にちょっとこうティクネ・ゾハールとか、ちょっと別のゾハール・ハダーシとか他のもあるんですけれども、なるほど。それはもうちょっと薄いですね。うん。はい。ちなみにアラム語で書かれてます。アラム語。ほぼほぼ全部じゃないんですけれども、9割以上ですね。9割以上多分アラム語ですね。うん。なるほど。はい。ただアラム語がこの、なんていうの、生きたアラム語じゃなくて人工的に作ったアラム語っていうちょっとおまけがついてるんですけれども。ああ、そうなんですか。要するにこれ、なんだろう。アラム語で書いた著者、もしくは何人か著者がいたっていう人もいるんですけれども、いずれにしてもその
そのこのゾハルのアラム語ってなんだろう、タルグムのアラム語とかバビロニアタルムードのアラム語とか、なんかいろんなのがごちゃごちゃに混ざって作られてるんですね。なるほど。それに加えてその当時のカスティリア語とか、なんかいろんな外来語とかも混ざってたりするから、なんか結構なんか 面白いんですけれども。なるほど。はい。それで、先ほどちょっと準備する前にお聞きしたいというか、はい。話題に上がったセフィロートのああ。ことについてもちょっとおセフィ聞きロッしトたいですと思ね。セフィロットっていう概念が出てくるその最初の書物って創造の書、セーフェルやつらっていう本なんですけれども、多分お聞きになったことあるんじゃないかなと思います。で、それはカバラの本ではないです。なるほど。ええ。ただそのセフィロットっていう言葉は出てくるし、なんていうのかな。人によってちょっとの捉え方違うんですけれども、一種の自然学、何だろう、自然哲学みたいな書物と捉える人もいるし、要するにそのセフィロットによってその森羅万象を説明するとか、その神的な世界のことを説明するみたいな側面もあるし、もっとこう神秘的な書物だって捉える人もいますね。その文字の秘密とかそういうのを扱ったなんかもっと神秘的な本だって捉える人もいるというふうに、要するにその短い本なんですけれども、非常になんかこう、謎めいた格言みたいなのの集まりみたいになっているので、なるほど。解釈がかなり自由なんですよね、そういった意味では。まあ、いずれにしてもその12世紀、13世紀の初めぐらいからかな。あ、まあ、12世紀の最後か。ぐらいから、セーフェルやつらを特にそのカバラ的に解釈するっていう伝統がすごく盛んになっていって、だからその今日でそのカバラでセフィロットっていうと、なんかこう、なんていうのかな、その創造の人のセフィロットっていうのとごったになって考える人が多くなった理由にもなってますよね。ただ、もともとはその創造の人っていうのはカバラの本ではないんですよね。この英語の口上で見ますはい。はい。と、その3回のうちの最初で、まあ、基礎的な語彙であるとか、カバラに関係するね、そういうものを説明する、まあ、概論的な話、それからそのカバラが生まれるその歴史的な背景なんかを見ていくっていうことが書かれてるんですよね。なんか新プラトン主義のこととかも話すって言ってましたね。なるほど。一つの背景の一つとして。はい。で、先ほど言われた、例えばグノーシスとの関係とかも、おそら多く。分ね、アビシャイはグノーシスの話はしないと思います。彼はここの話あんまり好きではない感じなので、僕の方がそっちの方が好きなのですけど、彼はこの話は多分ほとんどしないんじゃないかなと思います。なるほど。はい。そして、第2回目で、まあ、セフィロートなどそうを、ですね。多分さっきお話しした創造の書の話から始まって、なんでそれがそのカバリストの間で人気になったのとかって、その創造の書をいかにそのカバラ的に読み替えていくかっていう話をするのかなと思ってます。僕、この辺あんまり得意な話題じゃないんですけれども。背景のわからない人にちょっともう一度説明してほしいんですけども、はい。創造の書っていうのは、はい。聖書とも違うわけですよね。違いますね。アブラハムが書いたっていうふうに言われてるんですけれども、もちろんそれはただの伝承に過ぎなくって、で、いつ書かれたっていうのは問題になるんですけども、これがかなり学説分かれていて、早い人だと第二神殿崩壊前っていう人もいるし、それっていうのはいつ頃になるんですか？なんか紀元後の1世紀の半ば以降ですよね。60、70年ぐらいですよね。ローマ帝国にそう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 。占領された時そに、うそうそう、その時神に殿神殿が、も壊れちゃったんだけれども、その前に書かれたんじゃないっていう人もいるし、なんていうのかな、人によってはもっとずっと後、紀元後の5世紀、6世紀ぐらいっていう人もいますよね。実を言うと、これって、なんていうのかな、完全に矛盾する見解ではなくって、その創造書自体がいくつものレイヤーに分かれていて、その最初のレイヤーっていうのは本当に第二神殿崩壊前かもしれないけれども、最終的な完成はもうずっと後っていう可能性もありますね。なるほど。はい。そしたら、でも、その
聖書とくくられる書物の一連のものの、うん、よりも後にできたもので、あ、それは確実です。それからあのカバラの伝統と呼ばれるものが、うん、生まれてくるよりも前の時代になるわけですよね。カバラの伝統が生まれてくるというよりか、カバラがその書物化される前って言った方がいいと思います。はい、はいはい、それでカバラ伝統とその創造の書の成立史っていうのはもっと微妙な関係にあって、これは個人的な見解なんですけれども、そのカバラ的な伝統の少なくとも元ネタになるやつっていうのはおそらく紀元後の最初の数世紀にあったはずだから、そうすると創造の書の成立の時期とそのカバラ伝承の元ネタにあったものがこう発展していた時期っていうのはちょうど被るんですよね。なるほど、はい。そうするとちょっと僕の個人的なかあの解釈も入っているので、これはまあ格好つきぐらいで聞いておいていただければいいかと思います。あのカバラの伝統ではその創造の書の中で展開されるアイデアなんかを、うん、取り込んで、それを説明していく、はい、あるいはそれを変容させていくということが起きたんでしょうかね。はい、ただそのカバラの場合はなんか多分平井さんとかも聞いてると思うけど、そのマルクートとかティフェレットとかケテルとかなんかいろんなセフィロにも名前ついてますよね。はい、でなんかそれぞれがなんか男性的な神の力を表していたり、女性的な力を表していて、でなんかそれらがなんかこう神話的な何イメージによってなんかお互いになんかこうなんかせめぎ合ってるというかね、なんか調和してるとか、なんかそれによってなんかその神的な世界のダイナミズが描かれてるみたいなふうになってますけれども、創造の書では全然そのこと書いてないんですよ。なるほど、はい。でしかもそのケテルとかティフィレとかそういったセフィラの名前ももちろん出てこないし、なるほどなるほど、はい、それで何となくイメージつかむことできますよね。うん、そしてその元の話に戻るんですが、はい、3回目では、はい、特に霊魂について、あるいはそれからこれは何て言うんでしょう、メテンプシコジスはその、はい、あれですね、あのリング転生ですね、一つの身体か、はい、生き物の身体から霊魂が抜け出て別の身体に入っていくっていう話ですよね。そうですね、はい。それとユニオミスティカっていうのは神との合一をなんていう、探求する、うん、そうですね、まあ、ユニオミスティカって言ってもそのいろんな形態が考えられると思うんですけれども、完全に神に溶けちゃうのかっていうのか、それともぴったりくっつくだけかとか、いろんなパターンがあると思うんですけれども、なるほど、まあ、そのあたりもカバラの場合はどういうふうに捉えているかとかっていう話をするかなと思います。うん、それ僕が完璧に決めてるわけじゃないんで、彼に任せてるんで、ある程度は。はい。はい、まあ、だから、その先生の話を開けてみないとわからない部分はあると思うんですけども。ただ、大体そのあたりになると思います。今までこのやり取り、はい、彼とやり取りしてきた中では、なんか大体そんな感じになるかなっていうふうに。うん、はい。それから、エスカトロジーっていうのは、まあ、世界の終わり、うん、終末についての話ですよね。はい。はい、あとはメシアの話ですね、それと関連する、うん。メシアっていうのは預言者っていうふうに考えていいんですか？まあ、預言者だけど、それ以上って言った方がいいんじゃないですかね。うん、まあ、うん、救済をする、まあ、究極的な人物っていうふうに考えればいいんですかね。うん、そうですね。なんか、先生も多分知ってると思うけど、シャバタイ運動かなんかはね、なんかそのあたり、そのゾハールにかなり、に基づいてやったって側面もあるから、なるほど、はい、そのあたりもかなり面白い話なんですけれども、まあ一般人にしてみれば、例えばキリスト教でいうところのイエスっていうのはメシアなんじゃないかっていうふうに考えられ、うん、キリスト教徒たちが考えたとこからスタートしてるっていう、そういう メシアですよね、救世主というか。まあ現代の日本人からするとメシアっていうとキリスト、イエスキリストとすごくなんていうか直接に結びつけますけれども、もちろんユダヤ教徒はそうは考えないわけで、うんうん、むしろなんかこうメシアの魂みたいなのがね、なんか昔から存在していて、なんかそれがなんかこうずっと連鎖的になんかいろんな人の人物の間にこう発言するみたいな、なるほど、そういった教説とかもあるし、うん、まあ、それがカバラの中にはそのカバラ教説とそのメシアニズムっていうのを非常に独特な形で結びつけるわけですよね。なるほど。はい。
そうするとセフィロとかメシアの関係とか、例えば。そうすると、それがここに出てるメテンプシコーシスなんかにもつながっていったり。つながっていきますね、もちろん。なるほど。はい、ああ。非常に。結構、いろんな豊富な話題があって面白そうでしょ。いや、だから僕はもう、これはすごいなと。非常に刺激的。先生 の, あの専門のルネサンスとかも、やっぱりそのあたりの話がどっぷりこう使った中で生まれてくるっていう話もあるので。はい、そのあたりの研究者にとっても多分面白いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ただ僕はあのルネサンスカバラの話はあんまりちゃんとやったことがないので、あんまり詳しくは説明できないんですけれども、うん、まあその3つの主なテーマというか、はい、主題についてそれぞれ3回の講義を、はい、このヘブライ大学の先生に行って、はいいただいて、そこでディスカッションをすると。はい、今回なんかユダヤ学の先生とかもいらっしゃるみたいで、そのうちの何人かカバラについてもある程度知ってる人なので、はい、その彼らは結構後半のディスカッションの方で活躍してもらえればいいかなとかと思ってるんですけども、うん、ただ同時にスーフィズムとかヒンドゥー教の神秘主義の研究者とかも来る予定なので、彼らのためにはもうちょっとこうイントロ的な話もするみたいな形で、ちょっとこう両方の要素をうまく合わせれればいいかなと思ってます。なるほど。はい、初心者のためにものためでもあるし、ある程度よく知ってる人のためにも満足してもらえるような形にしてもらえればいいかなと思うんですけれども、まあ、こうどっちつかずにならないようになればいいかなと思ってます。最後にこれ参加したい場合は、はい、どういうふうにすればいいんでしょうか。これは僕にメール送ってください。わかりました。参加したいです。そしたら登録しとくので、僕の方で。そしたら動画のメアドこれ入ってましたっけ？動画の説明欄にメアドをつけておきますんで。お願いします。それで皆さんコンタクトを取っていただければいいかと思います。はい、じゃんじゃん一回だけせ。何スポット参加みたいなのでも全然構わないので、はい、ぜひこの機会にと思います。まあ一応全てが英語で行われるわけですから、まあそこは覚悟してご参加くださいと。まあ別に難しい英語ではないと思いますけどなんかジョイスの英語とかじゃないんでね、別に。はい、はい、あと最後に何かお伝えしておきたいことはありますか。このイベントって東京大学の先端科学技術研究センターというところで、はい、僕が今責任を持ってやっているプロジェクトも一環として行われていて、はい、ここですね、その研究プロジェクト その目標っていうんですか、それはまあその人文学一般に関する新たなパラダイムを作るっていうことと、あとはその国際研究ネットワークを作るっていうのを、まあ、まあその2つって切り離せないんですと思ってるんですけれども、まあそれ目標に向かっての、まあ、一環のイベントの一環として考えていまして、まあ、今後も同種のイベントっていうのはやっていく予定で、あとは、まあ、来年国際学会とかも開く予定なんですけれども、いずれにしても皆さんの積極的な参加と、あと、なんていうのかな、こう応援みたいなのをいただければなというふうに思っています。よろしくお願いします。今日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。先生とお話できてとても楽しかったです。またこの3回が終わって次の告知などがあったらぜひとも。 ありがとうございます。よろしくお願いします。イスラム系とかでも大丈夫ですか？何でもいいですよ。何でも大丈夫です。わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。